砺波駅は、富山県砺波市表町にある、西日本旅客鉄道上花線の駅である。相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅である。高岡方面には星葉側線がある。北陸広域鉄道部管理下にあるが、JR 西日本金沢メンテックが、駅つとむを受託する、業務委託駅である。緑の窓口があり、5489サービスの利用が可能である。駅舎は1998年2月5日より、供用を開始した富山県内初の橋上駅舎である。駅舎内には、待合室を兼ねた観光案内所やコミュニティプラザが併設されており、2015年10月25日には、コミュニティプラザが改装され、その機能が強化された。また、コミュニティプラザにおいては2012年4月1日より Wi-Fi の利用が可能となっている。1975年当時の当駅周辺航空写真あたり駅における貨物取扱いは1980年9月25日に廃止された。1970年10月1日現在における当駅接続の専用線は以下の通りであった。富山県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。JR 西日本の観光列車、ベルモンターニュエメールの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。